南極の主要な棚氷を示した地図。ラーセン棚氷、ラーセン棚氷は、南極半島東岸に存在する棚氷である。ウェッデル海の北西部にあたり、ロンギング岬から、ハースト島の南までの間に広がっている。ラルセン棚氷とも呼ばれる。棚氷は、ラーセン A 棚氷、ラーセン B 棚氷、ラーセン C 棚氷などと名付けられており、 ラーセン A 棚氷は1995年に、ラーセン B 棚氷は2002年に崩壊した。ラーセン C 棚氷も亀裂の拡大が進んでいる。この棚氷のラーセンという名称は、1893年に氷に沿って難易68度10分の地点まで航海した、ノルウェーの捕鯨船船長、カール・アントン・ラーセンにちなんでいる。 南極半島と棚氷の地図ラーセン棚氷は4つに分けられる。北から南に向かって、ラーセン A、ラーセン B、ラーセン C、ラーセン D と呼ばれている。ラーセミエー棚氷は2000年以上前から存在していたと推定される棚氷。ラーセミエー棚氷は1995年に崩壊した。ラーセン B 棚氷は12000年もの歴史を持つと。 される棚氷。2002年2月には、ラーセンビー棚氷も崩壊し、2002年だけで3275平方キロメートルの面積を有する720立方キロメートルもの氷が失われた。ラーセンシー棚氷は、南極半島の東側から、氷河の氷が流れ込んで形成された棚氷である。2016年にはイギリスに本拠を置く研究グループ、ミダスが、 ラーセンシ C 棚氷の亀裂の急速な拡大を報告している。2017年、ミダスは現地時間2017年7月12日にラーセン棚氷ーから氷の塊が分離したと発表した。棚氷の先端から氷が分離されて海へと流れ出すことは必ずしも気候変動に伴って起きることではなく、例えば、 後方から流れてくる氷によって押し出されたり、波浪によって削り取られたりするなどして、しばしば自然に起こる現象である。そのような棚氷からの氷の分離は、棚氷の先端部から小さな氷山の形で海へと流出し、その後、氷山は海を漂流しながら、徐々に誘拐していくのが通常である。しかし、ラーセン棚氷 A と B の崩壊は、 広大な範囲の棚氷が一気に崩壊して、膨大な量の氷が小辺となって海へと流出し、短期間のうちに棚氷そのものが消滅した点で異常であったとされる。この崩壊の前には、棚氷の下が暖かい海流で削られていくのが確認されている。崩壊はわずか3週間ほどで終わった。この際には溶けた水が大きな役割を果たし、表面付近で、 夏の日差しに照らされて、池を形成した後、隙間を通って、氷の中へ流れ落ち、草火のように氷を破壊したと考えられている。地球温暖化が、棚氷の分離を加速させていると見られているが、その直接的な根拠は示されていない。ただ、南極半島では1940年代以降10年に、摂氏0.5度の割合で気温が上昇しており、 ラーセン棚氷の崩壊にも南極半島での地球温暖化が影響していると考えられている。ラーセンシー棚氷が分離すると5000平方キロメートルもの氷が漂流し始めることになる。そのため海面上昇が懸念されている。海面上昇は棚氷でせき止められていた氷河が棚氷の崩壊によって海に浮かぶことなく大量に流入し、 その流入速度が増すことによって生じると考えられている。ラーセンシー棚氷によってせき止められている氷がすべて海に流入すると海面は10センチメートル上昇すると推計されている。棚氷が分離して氷山となり移動を始めた場合には船舶の航行への影響も懸念されている。2004年制作のアメリカ映画ザ・デイ・アフター・トゥモロー』では冒頭で ラーセン B 棚氷に大規模な亀裂が走る場面があり、このことが、地球規模の気候変動の前兆として描かれている。ABCDEFGH 南極の棚氷に、亀裂巨大な氷山が海に ?BBC ニュースジャパン、2017年1月10日、閲覧。ユースグスニス、ラーセンアイスシェルフ、ハットプレスリリースアイスシェルフディースインテグレーション、スレトンズエンバイロメント。 クイーンズ・スタディ・クイーンズ・ユニバーシティ、キングストン、オンタリオ、オンライン南極、大陸の棚氷、割れ目が急拡大消滅の可能性も、毎日新聞 AB ハルブ。クリスティーナ、ラーセン・アイス・シェルフ2002、ウォーメスト・サマー、オン・レコード・リーズ・ツー・ディス・インテグレーション AB 過去、最大級の氷山が南極から分離 BBC、ニュース・ジャパン。 2017年7月16日閲覧南極のラーセンシー棚氷から1兆トンもの氷の塊がついに分離その影響とはギガジネ2018年6月14日閲覧ピアスフレッドザラストジェネレーションハウネーチャーウィルテイクハーリベンジフォークライメートチェンジエデンプロジェクトブックス p 92ラーセンビーアイスシェルフコラップシズ In Antarctica Archived 2007年12月24日、At the Wayback Machine, Antarctic Ice Shelf Collapse Triggered by o m e r Summers Archived 2007年12月30日。At the Wayback Machine, Office of News Service, University of Colorado at Boulder, Yan, 16, 2001, Connor. スティーブアイスシェルフコラプスワズビッゲストフォーイチイヤーズシンスアイスエイジザインディペンデント、ロンドン、オンライン。ありがとうございます。